こんにちは、ハヤトマンです。それでは今日もフィギュアレビューをしていきましょう。本日紹介するフィギュアはこちら。2002年発売、商品名がですね HGIF 美少女戦士セーラームーン、メーカーはバンダイ。今2020年ですから18年前のフィギュアですね。18年前、いやいやいや、自分の年から18年引き算してください。どうなります？何歳になってます？その年のフィギュアですよ。自分で言うのもなんですけど、保存状態いいですよね。美少女戦士セーラームーンの第1弾としてリリースされました。こちらですね、実は僕台紙も持ってまして、台紙をちょっと写したいと思いますね。ガチャガチャの機械の中に入っている台紙でございますね。台紙ってね、実は買うことできるんですよ。まああんまり知られてないのかな、知られてないというか、普通ね、このガチャガチャの機械のこの紙くださいっていう人いないですもんね。誰に言えばいいのみたいなね。これはですね、通販とかで買うことができたんですよ。なので保有しております。発売日というか載ってますんでね、ここですね、バンダイ2002年メイドインチャイナって書いてますね。2002年発売ですよというものですね。対象年齢6歳以上、1カプセル1体入り全6種各200円って書いてますね。美少女戦士セーラームーン、かっこいいですね。ただこの子たちもセイントセイヤみたいに中2とかだったんじゃないですか。中1中2セイヤたちと同い年、こんなかっこいいやいてたまるかってね。はい、こちらですね、皆さんご存知の通りセーラームーン、月のうさぎさんですね。そしてこちらセーラーマーキュリーですね、水野亜美さんですね。はい、こちらはセーラーマーズ、日野レイさんですね。実写版セーラームーンでね、北川景子さんがやっていたのがすごく印象的でしたね。こちらはセーラージュピター、木野誠さんですね。かっこいいですね、この子ね。はい、そして女性に大人気、ものすごい人気を誇りますね、セーラービーナス、愛の美奈子さんですね。いや、この子はね、とても女性に人気がありますよね。てか、セーラームーン自体女性人気がほとんどですけどね。男性はね、本当にマニアのオタクの人たちばっかりかなって、はい、僕も含めてですけどね、そんな感じだと思いますよ。1年か2年ぐらい前ですかね、居酒屋で隣の席になった人と友達になった子たちの中に女性の方もいたんですよ。女性の方とセーラームーンの話になって、セーラームーンで誰が一番好きでしたって話したら、もうビーナスって言うわけですね。とっても好きだったと。それでおかしかったのが、僕が聞いた女性のお母さんの名前が美奈子って言うんですって。なんでお母さん美奈子って名前なの、羨ましいってから親に激入れしたみたいですよ。もうおかしかったですね、これ。むちゃくちゃ言うなっていうのはい、本日は一気に5体のフィギュアレビューをしたいと思ったんですが、実はですね、この HGIF セーラームーンの1なんですけども、このフィギュア以外にももう1体フィギュアがあって、全6種だったんですね。で、今5体しか映ってないじゃないですか。6体目がですね、こちらでございます。こちらですね、ブラックレディでございますね。ブラックレディって何っていう人ももしかしたらいるかもしれませんので、セーラームーンはまあストーリーはね、もう見ていただいた人がしかわからないものなんであれなんですけど、この真ん中のウサギちゃんいるじゃないですか。その子とちょっと髪型似てますよね。ツインテールというか、それが全く一緒じゃないですか。ネタバレになるからあんま言わん方がいいのかな。まあフィギュアレビューのチャンネルなんでね、内容は制限かけてるというか、かけようかなと思ってます。こちらがブラックレディのフィギュアですね。チビウサの闇落ちバージョンのフィギュアですよ。これもね、よくできてますよね。これを200円で作ったってすごいですね。200円ですよ。というわけで、この全6種がセーラームーンガシャの第1弾でした。それでは一つずつアップして見ていきましょうか。はい、ではまずは主人公であるセーラームーン月のうさぎさん、このフィギュアをレビューしていきたいと思いますが、ですね、下の方になんか T 字というか透明なやつが下に敷かれてるじゃないですか。これ何っていう話なんですけど、これはね、僕がもう勝手につけてるやつですね。このフィギュアとってもね、自立しにくいんですよ。普通に飾ってたらまず立たない。なので補強用のパーツがあったんですけど、当時2002年の話ですから、補強パーツ自体もあまりよろしいものじゃなかったわけですね。これをやるとまた足とかもね、見えにくくなって、僕が思うにはですよ、セーラームーンって美脚じゃないですか。皆さん足長くて細くてね、その足が隠れるなんてとんでもないと思いましてですね、やっぱり芸術的なラインをしておりますので、これを余すことなく見たいわけですよ、フィギュア愛好家の僕としては。なのでですね、純正の補助パーツはちょっと避けちゃってですね、足がしっかり見えるようにですね、自作で台座に接着 してます。これ接着するとね、価値が落ちるんですよ。でもいいんですよ、どうせ売る気ないから。とても見えやすくていいなと思っております。はい、では下からちょっとゆっくり映していきたいと思います。
ですね、200円とは思えない出来ですね。素晴らしい。ちょっと豆知識なんですけども、このセーラームーンのムーンのですよ、ムーンのこの紙あるじゃないですか、ガチャガチャの玉に入っているとこれがしぼむというか形状が変わっちゃったりするんですよ。でこれどうやって直すのっていう話なんですけども、実はですね100度近いお湯につけてしばらく放置して5分ぐらいお湯につけた後、今度は冷水にね入れますと元あった形状、元々の形状に戻るということなんですね。まあフィギュアのコレクターの中では常識なんですけどもね、ご存知ない方ももしかしたらいると思いますんで、こういう技がありますという紹介でした。でこれも実際にやっておりますね。やってるんだけどちょっとちっちゃいな。もっとねこんなって開いた方がかっこいいですよね。ああしぼんでいく。まあ、今度またお湯につけてみようかな。うん、よくできてますよね。本当に綺麗に作ってあるよな。はい、こちら後ろから映した映像ですね。そこも見ていきましょう。うん、いいですね。ちょっと確認しづらいかもしれませんが、背中のところに穴が4つあるの見えます？これです。この4つの穴、これが何を意味するかと言いますと、生産が何回目だったかっていうのが実はこれ分かるんですよ。あの漫画とかでも初版本とかあるじゃないですか。で初版本って綺麗だったら高価な品になったりしますよね。例えばこっち亀の1巻の初版とかね、1970何年かに発売されてるわけですけども、あれと同じようにフィギュアも再生産された場合でもそれが再版か初版かどうかが分かるようになってます。それがですねこの4つ穴です。4つ穴だと初版という意味になります。じゃあ2回目、3回目、4回目ってどうなるのって言うと、この穴が消えていくんですよ。初版じゃないよってことが分かるようになるんですね。こちらは完全に初版だよっていう証明になるというものですね。4つ穴ばっかり集めるコレクターもいるみたいですね。僕はあまり気にしないですけどね。仲間になっていった順番にレビューしていきたいと思いますので、次はセーラーマーキュリーですね。ね、マーキュリーがねなんか頭良くてで可愛いみたいなね、個人的には好みな子はこの子ですね。僕はね、めちゃくちゃどうでもいい情報でしたね。失礼しました。はい、さっきの四つ穴は後ろのリボンを取ったところにありますね。うん、個人的には一番好きですね。セーラーマーズですね。髪の毛の造形すごいですね。指、この赤いリボンを取ると、四つ穴が確認できますね。はい、セーラーマーズでした。セーラージュピターでございますね。よくできてますね。後ろからカート短いな。はい、4つ穴が確認できますね。セーラージュピターでした。セーラーヴィーナスですね。綺麗に作られてるな。ヴィーナス後ろ姿ですね。オレンジと黄色ってね綺麗ですよね。とってもね、あのなんかリボンがみんな良かったみたいなこと言ってますね。このセーラームーン世代の人たちは大きいリボンね。ね、この赤い大きいリボンをねつけて美奈子ちゃんの真似をするみたいなことが流行ってたみたいですね。そしてこちらブラックレディですね。これは珍しいフィギュアだよな。このフィギュア以外見たことないな。ブラックレディはあるのかもしれませんけどね、僕自身はちょっとわからないですね。足のレースみたいなところの造形がすごいんですよ。これですね、このカーテンみたいな感じすごいですよね。表現力が、あー、いい造形師が作ってるなって、いい仕事してるなって思いますよ。芸術品ですね。素晴らしい。はい、こちら後ろから映した角度ですね。ひっくり返して下の方なんですけども、見えますかね。これここに4つ穴がありますね。初版ですよという証拠になりますね。まあ初版とかどうでもいいんですけどね、本当に物があればそれでいい。はい、では今回は美少女戦士セーラームーンのフィギュア第1弾のガシャポンのフィギュアをレビューしましたが、今回なぜこれをレビューしたかという話なんですが、今年2020年の9月に映画で放送するみたいですね。
ですからぜひその辺に先駆けてレビューをやってくれという声があったんですよ。リアルでも知り合いの方がどうせフィギュアレビューやってるんだったらセーラームーンやってくれよと、持ってるでしょうということだったんで、それでやってみました。今日紹介したものはパート1のフィギュアなんですけど、パート2、3、4、5まであります。特にねパート2はセーラーウラヌスとかネプチューンとかが入ってるんで、これらをね全部集めるとセーラー10戦士が揃うというものになってますんで、次回はこれに加えてセーラームーン2のフィギュアもレビューしていきたいと思います。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。信じている。